このメッシュなんとコーデュラ使っております。これ用途絞って履かへんと良くも悪くも中途半端なんですよ。これサンダルにもなるしスニーカーにもなるし、それでいて濡れてもいいって考えたらこの一足で全てを賄える。はい、本日はですねこちらありそうでなかったサンダルとスニーカーのハイブリッド型シューズをご紹介していきたいなと思います。ということで大人気なホカオネオネからサンダルでもないしスニーカーでもないようなシューズがね紹介されてたんですよ。でぜひこれは紹介したいと思ってやりました。っていうのも今までマジでないんですよ。ちょっと見てくださいね。パカーンってこう見ていくでしょ。ほんなら見てください、このようにあれな、靴ちゃうのと思ったらよく見てください。ここねメッシュなってるんですわ。メッシュなってて後ろ側はかかと開いてあるんですよ。ほなサンダルやないかいってなるでしょ。いや違うんですよ。でもちゃんとここに紐もあるんですよ。いやほなスニーカーやないかいってなってくるでしょ。でこれどっちなんやっていう話なんやで、そういうのもね一緒に見ていきたいなと思います。僕この間ロフトマンさんで履かしてもらった時にこれめっちゃ新しいですねっていうことで購入してみたんですね。なので実はまだデメリットとメリット全く浮かんでない状態で動画撮り出したんですよ。どういう着地になるか全くわからないですけども、多分皆さんもこう注目していただけると思うんですね。こちらポプラ2っていう名前のホカオネオネシューズになってますね。でまたねカラーリングがかっこいいんですよ。このブラック以外にもちょっとこんな感じでなんか男性が好きそうな色味っていうのをしっかり作ってきてるんですよね。さすがやなと思うんですけど、ちょっと一回履いてみましょうか。あえてこれに合わせてオールブラックで履いてみようかなと思います。ちょっと試着させてもらった時はさすがに靴下履いとったんですね。で今も自分で買ったからこれはもう靴下履いてないんですけども、蒸れるかな蒸れへんかなとかそんなもね気にはなったんで、いかがでしょうか。これ見てパッて見てください。サンダルに見えます。だって見てください、後ろ開いてるんですよ。確かにこれはサンダルやなってなるでしょ。これ見てください、それスニーカーやないかいってなるじゃないですか。でこの二刀流っていうところがいいところでもあるっていうところなんでご紹介していくんですけども、どういう時にいいかってあんまイメージわかへんじゃないですか。でそれをね皆さんとして見ていけたらなと思います。まずサイズ的には僕は28センチを着用しております。まあ、ただ靴下履かへんって考えると少しちょっと余裕はあるんですけど、基本的に僕他オネオネはいつも28なんですね。だからまあいつもと同じサイズ感で履いていただけたら全然問題ないかなと思います。でもし仮にいや俺もう靴下履かへんわっていう人なんかはハーフサイズちっちゃくしてもいいかもっていうような感じですかね。でこの手のタイプってなんかどっちによることもなく、なんか夏でもないかといって秋でもない、結局使われへんやんっていうこと多いんですけど、これよう考えられてるんですよ。で何がよう考えられてるかというと、実はこれ今みたいに素足で履いてるとサンダルっぽく見えるし、靴下履くとスニーカーっぽくなるじゃないですか。ってなった時に履けるシーズン結構長いんですよね。だから例えば4月とか5月ぐらいはちょっとスニーカーっぽく履いておいて、6、7、8っていうめちゃくちゃ暑い時なんかは素足で履いちゃって OK で、スニーカーで一番嫌なことって濡れた時なんですよ。特に梅雨とかアクティビティで濡れた時ってこの中のソールがグチュグチュなって踏んだら水出てくるっていう状態なんですけど、これに関してはサンダルでもあるので全然ねサンダルと同じような感じなんで濡れても全く問題ない。なので例えば僕のお気に入りの靴下ね、ナイキのあのこれ3足1000円の靴下ありますよね。これ左足だけ履いた状態で履くと、こっち見たらめっちゃスニーカーライクな感じじゃないですか。で次こっち見たらサンダルみたいな感じじゃないですか。結構ねあの涼しげに行きたいなっていう時なんかはこっちでもいいし、もうがっつりスニーカーっぽく見せたい時なんかはあえて黒の靴下履いちゃえば、ほんまにマジで黒のシューズ履いてるように見えるので、履いてる自分も涼しかったりちょっと調節したりできる。しかも見てる人もああの人サンダル履いてはるわっていうパターンでもいけるし、あちょっとオールブラックちょっと重たいよねっていう時なんかはこう涼しげな印象にもするし、いや今ちょっと4月でサンダルは早いでっていう時なんかはこういう感じでね履いていただけるということになって、ただ履き心地に関してどうなんていうと、履き心地はねホカオネオネのスニーカーがやっぱ良すぎるので、イメージ的にはねホームページ見たら普通って書いてあるんですよ。高反発でも低反発でもないって書いてたけども、まあ逆に言うとなんか良さはないっていう感じ。反発のそのスニーカーのホカオネオネのあの何この包まれてる感じっていうのがなくなってるので、そこがねちょっと唯一ちょっと欠点かなとは思うんですけど、本当に良くも悪くもサンダルのクッション性っていうような風で思ってもらったらいいかなと思います。でホールド感に関しては他のやっぱ良さってホールド感やと思うんですよ。ギュッてこのホールドされてる感じ、あれめちゃくちゃいいじゃないですか。でまあニューバランスもいいけど他もあのギュッてされてる感じがいいんですけど、そのあたりはこの紐の何ですか、このドローコードみたいなこれで調節できるようにしてるっていうところもやっぱ上手やなって、うまいことしてるなと思います。っていうのもね履き口がここニッとなってるんですよ。だからここビヨーンって伸びるタイプなってて、足入れてからここでギュッて絞る感じ、そうすることによってホールド感もあるんですけど、靴下履いた時の方がやっぱあるかなさすがに。で素足で履くと少しちょっと遊んでるような感じ、ちょっと中で遊んでる感じはあるんですけど、まあ、これもギュッて締めちゃえば、まあ、かなりホールド感は一気に出てくるので、サンダルでは味わえへんようなあのホールド感はちゃんとあります。だからこれがねオープニング言ったみたいにハイブリッドなんですよ。サンダルってちょっと足遊ぶからちょっと疲れたりするよねっていうのもあるけど、
スニーカーはスニーカーで濡れたりとかしたらもうびしょびしょになるから終わりよねっていう、その両方のいい悪いところをちゃんと消し合ってくれてるっていうのがこのスニーカーにはなってるんですけども、僕思ったんですよ。ちょっと待てと、これメッシュなってるじゃないですか、これメッシュって意味あるって思ったんですよ。メッシュやったらもう今手羽みたいな感じでもうラーでしてくれよって思ったんですけど、これメッシュにはメッシュの意味があったんですよ。へー、何があんのと思ったんやけども、メッシュって砂利とか入ってこないんですね。砂利と思ったんやけども、例えばこう川でキャンプしてたりとかしたらこう川の中にピューって入っていったりとかして、もちろんこれホールドがあるから脱げたりしてなくなることはもちろんないし、その中でこう濡れた状態でちょっと岩のとこ登ってみたりしたら砂とかがこう足の中に入って、なんかもうサンダルと素足の間に砂がいっぱいある状態なので気持ち悪い状態とかっていうのがないようになってるんですね。でもっとまあ僕のイメージ的に言うと、こう身近に言ったら海とかもそうなんかなと思うんですよ。まあ海でこれ入ったら暑いかもしれんけども、これ砂とか砂利とかそういうのが入ってこないように設計されてる。あ、そういう意味あってんやで。確かに用途的にそこに行く人はいいやろな、まあ、僕はあんまそういうのはしないので、砂利が入ってくるのって言ったらビーチぐらいかなと思ったんやけども、アウトドアされてたりとかそういう山とかそういう系で疲れられる方なんかには確かにこういう発想って今までなかったなと思うので面白いなと思う反面、こういうメッシュって劣化もするじゃないですか。やっぱ弱い、引っ掛けて破れるんちゃうか、ご安心くださいませ。このメッシュなんとコーデュラ使っております。コーデュラってなるかもしれないけど、ナイロンの以前は8倍強いって言われてたコーデュラです。あれ、その歌い文句もしたらあかんって言われてたから、もう皆さんせんくなったけども、以前はナイロンの8倍強いってみんな歌ってたけども、あの言い方やめてくださいってコーデュラの方から正式に言われてるので皆さん言わんくなったんやけども、それぐらい強度のある生地が使われてるので、たかがメッシュ、素材メッシュって言えども頑丈なんですよ。そのマークはこれですよね、このコーデュラ、このマーク使ってたら、頑丈ですよと。しかもメッシュやから涼しげやし、砂利も入ってこない。大きさ的にもちょうど細かい砂とかは入ってくるかな、わからんけども、まあ、あの石とかも絶対入ってこないような感じですね。まあ、ただかかとから入りますけど、気をつけてください。ここ入りますので、ガラス化なんで。これね、ちょっとまあ形からしてもちょっと面白いじゃないですか。あんま見たことないし、あ、おもろいなと思って買ってみたんですけど、脱ぎはぎの面で言うと、やっぱりこのドローコードをきっちり毎回締める必要があるので、そんなに、なんていうの、脱ぎはぎが楽なタイプではない。しっかりちゃんと履いて1日活動するとか、脱げないようにするとか、しっかりホールド感があるっていうところでは、すごい他オネオの良さが出てるなっていうようなスニーカーにはなってるなと思います。ただ、値段がですね、今回2万900円なんですよ。で、2万900円っていうと、他で言うと安い。他オネオねって言ったら、だいたい3万とかね、2万半ばぐらいしてくるから、あ、他オネオの価格帯で言うと、確かにサンダル価格やねっていう感じやけど、他のサンダルと比べたら少しちょっと高いような気はせんでもないけど、まあ他やったら、まあまあしゃあないでしょっていう感じはあるかなと思います。で、デメリットなんですけど、どういうところがデメリットなんかなっていうと、これ用途絞って履かへんと良くも悪くも中途半端なんですよ。もうスニーカーでもないしサンダルでもないっていう、ハイブリッドの悪い部分をチョイスしちゃうとそうなっちゃうじゃないですか。でそれってまあ用途が絞ってる人からしたらすっごいこれ一足で二足分の活躍ができると思うんですよね。ただあんま用途決めんと適当にこう履いちゃってたら、いやこれ別に靴でよくねとか、サンダルでよくねっていう感じにはなってくるんですけど、まあ、それぐらいがデメリットで、あと使われてる生地とかであったりとか、その履き心地でホールド感、もうそれに何どれやったってやっぱりもともと足の会社じゃないですか。足のスニーカーとかそういうのを作ってる会社やから、もう何の不満もないんですよね。値段的に考えても2万900円やったら、まあ税抜きで1万円台って考えた時に、まあ、妥当なんちゃうかなと思いますので、それ以外のスペックとして悪いところがあんまり見当たらへんかなと思います。だから逆におすすめとしては、まだ今からでも全然遅くないと思うんですけど、まあ梅雨時期とか入ったりとかした時とかに、まあ、スニーカー、ゴアテックスのスニーカーもいいんやけど、もうなんかそれじゃなくて違うのがいいなみたいな、ほんならもう素足でこれ履いちゃって、まあ、濡れるの嫌やけど、まあ、これだって靴濡れたって全然問題ないし、しかも俺アウトドアするしってなった方なんかにはめっちゃいいと思うんですね。でしかもコーデュラ使われてるから履き心地悪いんか硬いんちゃうか、このメッシュ硬いんちゃうかと思うけど、このメッシュもしかも柔らかいんですよ。だから靴ずれとかするような感じも全くないし、かかととかもサイズ調節ここでできるので、ちょっとちっちゃいなとかって思ったりしたら、ここ緩めてあげたり、もうちょっと絞りたいなとかギュッて絞ってあげたりとかすれば、自分の足にフィットした感じで履けるんちゃうかなと思いますので、取り組みとしては面白いんですけど、いかんせん僕の生活スタイル、ジム行って、夜の8時か9時に寝て朝の5時に起きて、オフィス来てるだけのこの生活で、こんなに高スペックなものってどこで使うんやろうっていう感じなんで、人によってはめっちゃいいじゃないですか。で人によらへんかったらこれどうで使ったらいいんかなっていうのがちょっと僕は分からないんですけど、教えてほしい。逆にいや多分お前の使い方って多分これええでとかっていうのを教えていただけたら、自分のこと分かっておりませんので、ぜひぜひそういうのでね、あ、なるほどこういう風に使ったらいいんやっていうのが分かりますので、教えていただきたいなと思います。
どうなる、南国の旅行とかいいかもしれないですね。旅行行く時なんかってこれサンダルにもなるしスニーカーにもなるし、でそれでいて濡れてもいいって考えたら、この一足で全てを賄える。ただドレスコードがあるようなところに行くとちょっと危ないかもしれないですね。靴下いくら履いてるといえども、ちょっとサンダルちゃうのお前って言われたりしたら、まあ確かにそうなんですみたいなことになっちゃうかもしれないので、まあ、それ以外だったら多分ほんまに海外旅行とか、まあ、旅行先とかで温泉旅行行くねんとか、今度沖縄行くねんとかっていう時なんかはこの一足で多分全部賄えると思うし、歩いてて疲れることはまあもちろんないので、使い方次第ではほんま2万900円でこれええのっていうような使い方にもなるやろし、普通の使い方してたらそれじゃなくてよくねっていうような感じのいいね、大人なこうスニーカーが、シューズが出てきたんじゃないかなというところがね、今回はホカオネオのホポラ2というスニーカーというかシューズになっておりました。なのでハイブリッドで言うたら多分おそらくこれがもう最上級やと思うんですよ。ほんまにいいとこ取ってると思うし、悪いとこをそれぞれなくしてると思うんですけど、まあちょっと僕も使っていく中でどんな感じになるかが分からへんので、まあまずはね、身近な日常からちょっとずつ使っていこうかなとは思ってますので、そこでまた気づきとかがありましたら共有させていただきたいなと思いますので、これもし見られてる方で、あ、いいなと思った方なんかはサイズはもういつも通りで全然大丈夫だと思いますので、いつも通りで見ていくという感じになるかなということで、本日はですね、ホカオネオのホポラ2を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。